女優の松本穂香が主演を務める TBS 日曜劇場、この世界の片隅に、毎週日曜21時チルダの第3話が、今日29日に放送される。この世界の片隅に、第3話の場面写真賞は19年6月のある深夜。暮れに初めて空襲警報が鳴り、北条家ではすず、松本ほのか、周作、松坂桃李、夫婦はじめ家族全員が恐怖とともに飛び起きた。暮れの街も徐々に戦争の色が濃くなり、北条家、刈谷家と合同で防空壕を掘ることに。そんな状況ではあるが、すずは今更周作がかっこよくて仕方がない。結婚して3ヶ月。ことあるごとに周作に見とれてはデレデレしてしまう。石、道子や刈谷幸子、伊藤沙莉にはそれが心地よいものではなく、きつめに当たってしまう。そしてすずは周作に別の結婚話があったことを知らされる。デレデレに加えてもやもやも抱えたすずは、道子の娘、晴美、稲垣久留美、とアリを観察しているうちに誤って砂糖を水亀の中に落としてしまう。砂糖は8月から配給停止になる高級品。しかもその一部始終を義母の三、伊藤蘭、に見られていた。心の底からどんよりするすずに、三は闇市で砂糖を買ってくるよう自分のへそくりを渡す。闇市で砂糖を買ったすずはその値段に驚き、改めて後悔する。そして家に向かって歩いているつもりが、いつの間にか見知らぬ場所に迷い込んでいた。帰り道を通りすがりの人たちに聞くが、誰もが知らんと言う。途方に暮れたすずは凛、二階堂ふみ、という女性に声をかけられる。C、TBS、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。